オラクル VM バーチ u ルボックスとは、X86 並びに AM、AMD64、Intel64 にかかる仮想化ソフトウェアパッケージの一つ。当初は、イノテックにより開発され、現在の開発は、米国オラクルが行っている。既存のオペレーティングシステム上に、アプリケーションの一つとしてインストールされ、 この中で追加のオペレーティングシステムを実行することができる。例えば、Microsoft Windows がホスト OS として動作しているマシン上で Linux をゲストとすることができる。あるいは、ソラリスが実行されているマシン上で Microsoft Windows をゲスト OS として実行することができる。サポートされるホスト OS は Linux、MacOS。 マイクロソフト、ウィンドウズ、そしてソラリス。また、講述するように、ソースコードが配布されているため、他のユニックス系のオペレーティングシステムでも導入できる。例えばフリーブズドでは、ポーツで導入することができる。ゲスト OS としてサポートされるのは、フリーブズド、リナックス、オープンブズド、OS、ニワープ、Windows、MacOS テンサーバー、ソラリスなど多岐にわたるが、 X86、X64 アーキテクチャの OS であれば、基本的には動作する。desktoplinux.com の2007の調査によると、バーチャルボックスは Linux デスクトップ上で Windows プログラム群を走らせる3番目に人気のあるソフトウェアパッケージであった。当初はプロプライエタリーライセンスで提供され、 製品バーチュエルボックスのアルバムは、個人的あるいは評価の使用に対してのみ無料であり、バーチュエルボックス、パーソナルユーズエバリュエーションライセンスが適用された。2007年1月、数年の開発の後、バーチュエルボックスオセがフリーソフトウェアとして、商用と個人的な使用のためにリリースされ、GNU ゼネラルパブリックライセンスバージョン2が適用された。 バーチューエルボックスの開発元であったイノテックはコネクティクスの仮想化製品に対して OS2 と Linux の仮想化のサポートの開発や OS2 への移植にも貢献した。特にイノテックはマイクロソフトバーチャル PC とマイクロソフトバーチャルサーバーの両方に含まれる不可コードを開発し、これはホストゲスト間の相互作用を大いに進歩させた。 OS には拡張されたリングプロテクションが複雑であり仮想化で実行するのは困難だった。2008年2月にイノテックはサンマイクロシステムズにより買収され、これに伴ってバージョン1.6より製品表記が 3XVM バーチュエルボックスに改められた。その後2010年1月にサンモオラクルに買収された。 これに伴って、バージョン3.20より、権利表記の変更が再び行われ、また製品表記が、オラクル VM バーチュエルボックスに改められ、現在に至っている。バージョン4.0以降のバーチューエルボックスは、GNU General Public License バージョン2で、ライセンスされる完全なオープンソースソフトウェアであるが、バージョン 3X 以前では、 プロプライエタリ版と OSS 版の二つの配布形態があった。プロプライエタリ版はバイナリのみの配布で、個人や教育あるいは評価目的の製品の利用は無料であった。商業目的のためのライセンスは3およびオラクルから購入することができた。OSS 版はバーチュエルボックスオープンソースエディションオープンソース版と呼ばれ GNU。 GPL の元に公開されているフリーソフトウェアであった。4X 以降はこちらがベースとなっている。プロプライエタリ版と比較すると特許等の都合でソースが非公開となっている機能が欠けていた。バージョン4.0より OSS 版にプラグイン機能が搭載され機能の追加が可能となった。これに伴いオラクルにより提供されていた上記2つの版は 統合され、本体をオープンソースで追加機能をプラグインとして提供する形態となった。3 x 以前でプロプライエタリ版のみに含まれていた機能はオラクルからオラクル VM バーチュエルボックスエクステンションパックとして提供されている。バーチュエルボックスウェブコンソールバーチュエルボックス本体により提供される基本機能は次の通り。3D アクセラレーションは バージョン2.0で追加され、3.0で実験的に DirectX-9 のサポートがなされている。ただし、現状では3 2ビットの Windows XP 及び Vista ゲスト環境に限定されており、6 4ビット環境ではサポートされない。また、4 0系までは Windows ゲスト環境におけるビデオドライバが WDDM のものではないため、Windows Vista 以降のデスクトップウィンドウマネージャーによるデスクトップコンポジション機能やエアロテーマを動作させることはできなかったが、4.1K から実験的に WDDM ドライバサポートが開始されている。複数のゲスト OS を管理、起動することができ、同時に起動することもできる。それぞれのゲスト OS は独立して開始。 稼働の一時停止、起動したままの状態を保っての保存と復帰、終了することができる。複数のオペレーティングシステムを同時に走らせる場合、使用可能なメモリ量が重要な要素となる。理論上の割り当て限界は、ホスト OS 側のメモリ容量までとなるが、実際はシステムやホスト OS 側で動作しているアプリもあるので、 その分を計算して割り当てる必要がある。割り当て論理 CPU コア数やメモリ割り当て容量は仮想マシン停止中であれば容易に調整可能である。ただし Windows XP の場合、OS インストール後は CPU コア数は通常の方法では変更できないので、OS インストール時にあらかじめ CPU コア数を設定して、 インストールを行うのが最も簡単な方法である。バーチューエルボックスはハードウェアによる仮想化支援機能として VTX と AMDV への対応を含む。対応当初はデフォルトでどちらも有効となっていなかったが、現在のバージョンで提供される機能の一部にはこれらの仮想化支援機能を必要とするものがある。 バージョン5.0より KVM が選択可能になり、Linux において、ハードウェアエミュレーションのオーバーヘッドが削減可能になった。なお、バーチュエルボックス用のチップセットのエミュレーションには、インテルの 82441FX チップセットが用いられている。ハードディスクハードディスクドライブは、通常、仮想ディスクイメージと呼ばれる、他の仮想化ソリューションとは、 互換性のない特別なコンテナフォーマットとしてエミュレートされる。これらはホスト OS 上のシステムファイルとして格納される。別の方法としてバーチュエルボックスは ISC ターゲットとの接続が可能でそれらを仮想ハードディスク群として使用することができる。このほか他の仮想マシンソフトウェアで用いられる VMDK 形式、VHD 形式、 HDD 形式などの仮想ディスクイメージにも対応する。ただし、これらディスクイメージは本来、バーチュエルボックス向けのフォーマットではないため、フォーマットのバージョンとバーチュエルボックスのバージョンの対応など、利用にあたっては、互換性の面における注意が必要であるが、有志により、コンバートユーティリティがいくつか開発されており、これらの仮想ディスク形式において、 相互変換可能な環境が揃いつつある。高額ドライブ CD や DVD ドライブとして ISO イメージが使用できる。例えば Linux Distribution の DVD イメージをダウンロードして直接 VirtualBox で使用することができる。その場合 ISO イメージを CD-R や DVD-RW といった物理メディアに焼き込む。 必要がない。また、物理的ディスクを仮想マシンから直接的にマウントすることも可能である。グラフィック機能を標準で1 6イトのブルームを搭載するベサカードをグラフィック機能として提供する。ゲスト OS として Windows、MacOS、Linux あるいは Solaris を使用する場合、ゲストエディションズとして提供される追加のグラフィックドライバーにより、 描画性能の向上と機能の追加が可能である。例として、ホスト OS 上で仮想マシンのウィンドウサイズを変更した場合、ゲスト OS の解像度が動的に変更される。また、バージョン2.1以降においては、追加のグラフィックドライバにより、オープングルやディレクテックス級などの 3D 描画に対応する。ネットワーク機能。 イーサネットアダプタとして AM、AMD PeakNet PCI2、AMD PeakNet Fast3、Intel Pro 1000MT Desktop、Intel Pro 1000T Server、Intel Pro 1000MT Server のいずれかを仮想化する。これらの仮想化されたアダプタによる外部との接続手段として、NAT、ブリッジアダプタ、内部ネットワーク、ホストー,ーアダプタが提供される。 新規作成される仮想マシンは、いずれかのアダプタと NAT の組み合わせが設定される。ゲスト OS 上のアプリケーションは、これにより、ホスト OS を経由して、外部との通信が可能となる。NAT を提供する、ホスト OS は、一般的なブロードバンドルータと同様の動作を、行う。バージョン5.0から順仮想化機能が搭載され、はじめ、順仮想化ネットワークが、 選択可能になった。この仮想ネットワークインターフェースを利用することで、バーチュエルボックスがバーチーをネットのドライバーを持つ OS のカーネルと強調して、バーチュエルボックス上のゲスト OS と物理ネットワークインターフェースの間で直接データを受け渡しすることが可能になり、ネットワークにおけるエミュレーションのオーバーヘッドを削減することが可能になる。オーディオ機能。 オーディオカードとして、バーチュエルボックスは、インテル HD オーディオ、ヒエン c 9 7サウンドブラスター16カードのいずれかを仮想化する。バージョン4.0より、エクステンションパッケージと呼ばれる機能拡張プラグインが導入された。これは、4.0よりバーチュエルボックス本体が、GPL ライセンスとなったために、プロプライエタリソフトウェアによる機能を標準で、 実装することができなくなったために設けられたものである。オラクルから、オラクル VM バーチュエルボックスエクステンション、パックと呼ばれる機能拡張プラグインを配布しており、これにより、以下の機能が提供される。初回のみベッドダウンロードおよびインストールが必要。一度インストールすれば、 バーチュエルボックス本体をアップデートした後の初回起動時にエクステンションパックのアップデートをするか聞かれ応じればそのままアップデート作業に入るため別途ダウンロードの必要はないまたインストール後はパッケージを削除するか聞かれるので応じれば自動的に削除される仕様となっているフプバーチュアルボックスとはバーチュエルボックスを ウェブブラウザで操作するためのウェブサービスソフトウェア。その名の通りサーバーサイトは PHP で記述されている。他、インターフェース周りに Ajax が用いられている。動作には PHP 動作をサポートするウェブサーバー PH、PHP、VirtualBox が必要。GUI でできることはほぼ全てできるようになっている。VirtualBox は、 インテル VT か AM AMD、AMDV かいずれかのハードウェア仮想化をサポートする CPU 上で効率的かつ安全な仮想化を実現する。その一方でこれら2つの仮想化技術のいずれもサポートしていない CPU についてはソフトウェア的な仮想化を行う。高性能なソフトウェア仮想化を実現するためにバーチャルボックスはゲストコードの実行時分析や 実行次回編を含む複雑なメカニズムを実装する。性能上の大きな問題となるのは、最高の特権レベルであるリング0で実行されるべき、特権命令のエミュレーションである。ハードウェア仮想化を使用しない場合、ゲストコードをリング0で実行できないので代替実行手段が必要になる。特権命令が不適切な特権レベルで実行される。 旅に発生するトラップを捉えて対応するナイーブな対策は性能低下が著しく現実的ではない。そこでバーチューエルボックスは実行時に必要に応じてリング例で実行されるべきコード編を分析し特権命令をエミュレーション用コードで置き換えた効率的に実行可能なコード編を用意する。この改変済みコード編は再利用可能なので 実行時行度改変のコストは多くの状況で焼却し全体的な性能向上が実現する。MacOS 版ではネットワークブリッジがサポートされていなかったがバージョン2.0でサポートされた。ラポールと干渉し起動しなくなることがある。ありがとうございます。